ザウルベック・バイサングロフは、ロシアのプロボクサー。チェチェン共和国アチホイ・マルタノフスキー・チクサマシュキ出身。元 WBO 世界、スーパーウェルター級王者。2001年に U-17 世界選手権で銅メダル。2002年世界ジュニア選手権でも銅メダルを獲得するなどの実績を残す。ロシアアマチュアチャンピオンにも輝いたこともある。プロに転向し、 ウクライナとドイツの2カ国を拠点に活動することになった。2004年6月26日、ウクライナでプロデビュー。2005年9月16日、ダニエル・アーバンスキーと IBF 世界スーパームルター級ユース王座決定戦で対戦。無敗の相手に苦しんだものの、8回終了時にアーバンスキーが危険。王座獲得に成功。その後3度防衛を果たす。 2006年9月23日、空位の WBC、インターナショナルスーパーウェルター級王座をかけ、後の WBC 世界ミドル級暫定王者、マルコ・アントニオ・ルビオと対戦し、激しい打ち合いの末、3から0の大差判定勝ちを収め王座獲得に成功。2007年7月7日、フセイン・バイラムとエブ・オーシュースーパーウェルター級王座、決定戦を行い、 バイラムの技巧に苦しめながらも3から0の僅差判定勝ち。王座獲得に成功。その後2度防衛した。2008年12月13日、ドイツで後の IBF 世界スーパーウェルター級王者コーネリアス・バンドレージと対戦し、5回レフェリーストップによる TKO 負け。初黒星を喫した。2009年5月30日。 空位の WBA、インターコンチネンタルスーパーウェルダー級王座をかけ、クリスチャン・デ・マルテネスと対戦し、初回小勝ちで、王座獲得に成功。その後二度防衛した。2010年12月4日、ウクライナ・キエフ州、ブロバルイのアイス・パレス、ターミナルにて、リチャード・グティエレスと、イボ世界、スーパーウェルダー級王座決定戦を行い、12回2分36秒。 tk o 勝ちを収め、王座獲得に成功した。2011年7月30日、ウクライナでマイク・ミランダと WBO 世界、スーパーウェルター級暫定王座をかけ対戦。初回51秒小勝ちを収め、暫定ながら世界王座を獲得した。2011年10月5日、正規王者、セルゲイ・ジンジラクの王座剥奪により、バイサングロフは、 正規王者に昇格した。2012年5月12日、ミッチェル・ソトと WBO 世界、スーパーウェルター級王座の初防衛と、イボ世界、スーパーウェルター級王座の初防衛をかけ対戦し、3から0の判定勝ちを収め、WBO 世界、スーパーウェルター級王座の初防衛と、イボ世界、スーパーウェルター級王座の初防衛に成功した。 2012年10月6日、キエフのスポーツパレスにて、WBO 世界、スーパーウェルター級暫定王者、ルーカス・コネチと、王座統一戦を行い、3から0の判定勝ちを収め、WBO 世界、スーパーウェルター級王座の王座統一に成功、同時に2度目の防衛に成功した。2013年6月18日、バイサングロフ陣営の K2 プロモーションズが、 工業権の入札に勝利し、同年7月6日に、キエフで、WBO 世界、スーパーウェルター級2位のデメトリアス・アンドラーデと、指名試合を行う予定であったが、バイサングロフが練習中に背中を負傷したことで、中止となった。そこで、WBO は、アンドラーデと WBO 世界、スーパーウェルター級1位のバネス・マルティロスアンによる、 王座決定戦を行う要領陣営に通達を出し、アンドラーデ対マルティロスヤンセンの勝者にバイサングロフと180日以内の対戦義務を与えたのだが、同年7月22日に WBO はバイサングロフがアンドラーデとの指名試合を行わなかったとして、WBO 世界スーパーウェルター級王座をバイサングロフから剥奪することを決定した。 2014年4月12日、1年6ヶ月ぶりの復帰戦を、グイド・ニコラス・スピットと、イボ世界、スーパーウェルター級王座決定戦を行い、最終12回終了間際2分58秒、TKO 勝ちで、王座獲得に成功した。ありがとうございます。